1年にもわたったスタックラベシのツアーが終わったところですが、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。正直もう今の感想、うん、率直な感想をどうした1年長いツアー。いやもう実際もう長かったなっていうのが一番に来るし、うん、でもすごい楽しかった。いろんなとこ行けて、いろんな土地でライブができて楽しかったですね。もう代々木終わってもかれこれ1ヶ月以上経ちましたけど、はいはい、何してたんですか。何してたんですかね。曲作りですよね。もうすぐ始めた感じですか、終わってから。そうですね。でもこのオフで曲を作らねばみたいな、間に合いませんぜみたいな。それはアルバムですか、シングルですか。シングルですね。どうやってその曲作り始めたんですか。とりあえず瞑想まあこうツアーの長いツアーの後遺症というか疲れがあったと思うんですけど。そうですね。あの気持ちがライブだったから、その音楽を作るっていうモードでもあんまりなかったし、なんかちょっとやっと終わったなみたいな。もしかしてさっき鳴らしてたのってその一部だったりとかですよね。そうですね。もうでもあれもできたのも全然後半で、もう選曲会間近みたいなところでできた。他のメンバーも各自作って持ち寄るってことですか。そうです。あのうちは全員が曲を作るスタイルなんですよ。単純に5曲出てくるってことですね。最初ミニマムで、ミニマムで5曲は絶対ある。まあ、実際5曲じゃないんですよ。1人2、3曲とか作ってくるから。そうですね。あの会議を開いて、こうコンポを机の上に置いて、さあやりますかと、恒例の選曲会をこう各自メモしていくわけですよ。この曲はとか評論家みたいな。全部が使えればアルバム作って、さあ次のシングルもいきますかみたいな量はあるんですけど、まあまあ世の中そんなうまくないと。じゃあまあぶっちゃけその世の中に CD 化されたり、うん、そのちゃんとしたレコーディングされてない曲ってのはまあいっぱいあるってことですか。いっぱいありますよ。いっぱいありますよ、うん、俺は消していくんですよ。その出来上がった曲で採用されなかったものは消してって。けどウルハはずっと食べとくんですよ。だからもうすごい曲があるらしいですよ今。やっぱりソロができちゃうみたいな。はいはいはい。何から入れるんですか。何でまず全体っていうか、うん、あの曲考えるんですか。まずギターですね。やっぱギター。はい。ギターをさっき取ったみたいにちょろっと取ってって、はいはいはい。そこにドラムを乗っけると。なるほど。ドラムをバスバス打ち込んでいくんです。こういうのをこうバスバスと。はあ、はあ、ドラム叩いてとは分かるんですね。そうですそうです。こう。スネアだったらスネアだったら使ってみたいな、バスドラとこうしなってみたいな、はいはい、いうのを打ち込んでいくと、こういう不安がなるわけですよ。どういう時、まあ今回は作んなきゃっていうそのノルマというかっていうタイミングだったんでやったと思うんですけど、普段別にそういうノルマとかがないタイミングでその曲作ったりとかってことあるんですか。あります、あります。あのツアー中とかノートを持ち歩いてるから、ノートパソコン、そこにこうちょっとしたフレーズだったりとかを貯めてって、それを家に帰ってきたらこっちのパソコンに起こしていくっていう、まあ、ものになれば曲になるし、ならなければ消えていく、そういう
繰り返し、さっきの流れたやつも大元のフレーズはツアー中に取りためてたやつだし、あ、この間終わったツアー中に、そう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 、ツアー中にホテルに楽器持って帰るんですか？俺持って帰りますよ。ギター1本ですね。散々2時間3時間ライブやって疲れて帰ってもギター触ることがあるんですか？ありますあります。曲が浮かんだらすぐレック一日集中してるときは何時間ぐらいこれやってるんですか？普通にみんなが出勤して帰る時間ぐらいまでやってますね。飯も食わずに。うん、なんかギターも奥にいっぱいありますけど、はい、はいはいはい、今使ってるのその手前に置いてあるやつなんですか？これですね。これナビゲーターのレスポールモデルですね。今そのいっぱいギター奥にありますけど、はい、それを選んだらなんかこだわりみたいなのがあるんですかね、はい、今回、まあ、今回の曲。例えばこれだとこういうアームがついてて、はい、ああライブでよくやってますね。そうですそうです。ライブでよくやるやつはこういうのじゃないとできないんで。あ、向こうついてないですもんね。そうですそうです。こっちはもう全然普通のやつなんで、そういうので変えたりとかはしますね。レコーディングでも実際は違うギターを2本使ってたりとかするし、まあ、曲作るときって曲を作るときはやっぱり自分の意見が一番大きいんですけど、プリプロっていう作業になったら、まあ、自分でできることをして、まあ、みんなの役に立てばいいじゃないですか。でも俺多分ここしかできないから、ガゼットっていうものに対してそのステージプランとかもやっぱりみんなで話すけど、やっぱりこう大元はやっぱりルキーが持ってくることも多いし、あいつは常にそういうのも考えてるし、でどんだけサポートできるか、自分の仕事って何なのかなと考えた時っていうのは、やっぱりこういうのをやりやすい環境を作るっていうの方が俺はやりやすいかなと思ってやる。例えばさっき言ってたあのコンペで、うん、例えばルキ君の曲が決定しました、うん、でそれのそのプリプロ作業も青木君がやるってことですか？そうですね。みんな一応持って帰ってやるんですけど、やっぱり一番はこうドラムの音が本番に近いようにしてあげるところから始めないとちょっとやりにくいだろう。音もまず決まってこないだろうし、各メンバー最終的にこういう感じですよっていう設計図を作ると。プリプロってそういう作業だから、うん、単純になんか好きな音でやってきたら最終的な形が全然違うものになると思います。だからここでちゃんとやりたいなっていう。でここで設計図をちゃんと作るから、レコーディングでみんなが、うん、まあ、参考になるというか、そうですね、やりやすいと。一つのラインがあるからやっぱり音も決めやすいだろうし、で、あってほしいなと思ってます